民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング II 戦闘機を運用するために必要な一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表した。今回は護衛艦加賀の F-35B 認証試験を詳しく見ていきます。加賀の魔改造完成後初の長期航海、そのまま F-35B を加速艦載しての寄港なんてことはないですよね。甲板上に3機ほど乗せていたら中国への抑止効果にもなるのにな。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中である。すでに、海上自衛官と航空自衛官から構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだ。USNI では、プリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても、F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしている。日本政府並びに、防衛省は、2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について、空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していた。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にある新田原基地に配置することも公表している。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているのでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら、同様のテストを、海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もある。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母である。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造される。最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われた。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうために、イギリスのポーツマスを出航したが、出航直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかった。この事故によって演習航海は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出航した。そしてウエストラント22で予定されたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまった。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカへ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えない。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が、一時的な応急処置と釈明する事態となった。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にデミゾし、7月28日には、SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していた。7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するゼリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールした。このように、プリンス・オブ・ウェールズには、
世間の荒波に揉まれている空母でもある。一方で、軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還した。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも、運命的なものを感じる。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されている。これは、米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的なのでしょう。出雲級の空母化は、発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして、課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないのだ。日本への F-35B の配備も来年度以降であるが、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだ。基本的に、艦艇排水量のうち、満載排水量は、船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれている。上陸作戦要員がいる分だけ、空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両庫等のスペースも確保しなければならない。もちろん、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは、重々に承知しておく必要がある。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートするといっても過言ではない。それらの過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B は、わずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは、戦力において比較になりません。最有力となる使用方法は、英国海軍空母のように、米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと示唆する。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース川に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いた。帰路の途中で、7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていた。その2日後の7月31日には、飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練をお部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ、一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていました。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するでしょうね。
F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われています。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきました。今回は、護衛艦ヒューガ、伊勢になぜ注目が集まっているのか、見ていきます。おお、墨でもドローン空母はいけるな。2023年時点で、海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、伊豆、元加賀の2隻を含む出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦ですね。これは、艦首記号 DDH と呼ばれており、極限まで、回転翼機の運用能力を高めた艦になっています。出雲、型護衛艦は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズで、名実ともに、海上自衛隊艦艇で最大規模です。この大きさを誇る出雲、型護衛艦の機関部ですが、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた小ガグ方式が採用されていて、マックス出力11万2000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうです。また、出雲、型護衛艦の電源設備として、機関部と同様に、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM500-07 ガスタービンオモ発電機を4機等搭載しており、合計で最大 14,000kW の電力供給を行うことが可能となっています。出雲、型護衛艦は、全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えています。これは、いかにも航空母艦しかとした、全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時離発着できるスポットがあり、収益時から、国外では、ヘリ空母とみなされてきました。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0M、全幅 38.0M が確保されていて、海自で、対潜哨戒戦闘や追水上戦闘を担う SH-60kg 回転翼機に限れば、MAX 14機が艦内格納庫に収容可能ということです。ただし、実際の運用では、出雲、型護衛艦は、標準では SH-60kg 回転翼機を9機、輸送と救助、救難用途が主任務である。MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いています。格納庫は3つあり、第1、第2、および整備用の3つが艦内に設置されているそうです。出雲、型護衛艦は、その大きさを活かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が、当初から想定されていましたが、この大型機体ですら、艦内格納庫への収容が可能ということです。ということは、出雲、型はそれほど大きいということですね。出雲、型護衛艦の格納庫に、収容可能な回転翼機のサイズを紹介しましょう。SH-60kg が、最大で全長 19.8 メートル。全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量1065トンです。MCH-101 は、全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで、重量が 15.6 トンということです。これらの回転翼機を、艦内の格納庫から、昇降させるエレベータが、出雲、型護衛艦には2機備えられています。全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は環境後方の右舷に
サイドデッキ方式で設置されているそうです。各エレベータのサイズです。飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルです。サイドデッキ方式のエレベータは、長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで、耐火荷重量は30トンを超えるといいます。現在、出雲、片越栄艦が行っている航空母艦化改修工事によって、同艦は、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング2B 型を艦載機にできますが、同機は、長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強という規模ということです。出雲、片越栄艦のネームシップで、一番艦である出雲、が寄港されたのは、2012年、平成24年、1月、日本政府が、出雲、片越栄艦を改修して、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは、2018年、平成30年、3月ですが、それを見越して設計がされていたことが、垣間見えます。日本の大手マスメディア各社は、2013年中盤以降には、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲、片越栄艦の艦載機にする可能性について報道していましたが、当時の小野寺防衛大臣は、あくまで、この見解を否定する姿勢を貫いていました。当時は、政治的に、日本の海上自衛隊が、装備として航空母艦を運用することについて、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われますが、現在からすれば、覚醒の感が拭えませんね。しかし、日本が、こうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は、国家の経済力を背景に、軍の装備の近代化と、増強をどんどん進めていました。こうした事態への危機感が、日本国内でも醸成したことから、この航空母艦化計画は、市民権を得たということになったのです。日本では、2010年後半に差し掛かると、出雲、片越栄艦への航空母艦化改修を公にし、2017年には、同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が、航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手しました。この中では出雲、片越栄艦に、無人航空機と合わせて、F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたそうです。これを受けて、2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では、ストブル機運用について言及されました。そこで、従来の日本政府の国会答弁では、自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、つまり、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲、片越栄艦の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたのです。航空母艦を攻撃型か否かと区別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈をひねくり回したものという感は否めません。しかし、どちらにしても、出雲、片越栄艦の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実です。それでも日本政府は仮に出雲、片越栄艦の航空母艦化改修が完了を終えても F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しています。従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用が前提であると付け加えています。出雲、
パタゴ A 艦の航空母艦改修の予定ですが、まず、2020年度防衛予算から、改修費用をひねり出して着手。全通式飛行甲板に、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する、高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されました。また、F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離れ着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では、いすもが2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られています。これと並行して、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、2023年時点で、総数42機を購入することが計画されていますが、中期戦としては、航空自衛隊の宮崎県の新田原、ニュータ原基地が有力視されています。早ければ、2024年度から、同基地においての運用が見込まれているようです。このように、太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲、片子栄艦を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのですが、この先駆けとなったと見られているのが、日向片子栄艦の日向、伊勢の2隻です。ちなみに、護衛艦の名前には、旧国名が付けられるようですね。出雲、島根、加賀、石川ですし、日向、宮崎、伊勢、三重というわけです。日向、片子栄艦のサイズを紹介します。基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0m、全幅 33.0m、深さが 22.0m、喫水が 7.0m の規模です。排水量比では出雲、片子栄艦の約 70% 強のサイズ感ということになります。この日向、片子栄艦も出雲、片子栄艦と同様に、全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦しかとした外観ですが、回転翼機の昇降用のエレベーター2機は、いずれも、飛行甲板上でのインボード式が採用されているのです。この日向、片子栄艦のエレベーターは、前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なので、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかも、どちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難なのです。そのため、出雲、型のように日向、片子栄艦に航空母艦化改修を行うのは、物理的に制約があって考えにくいでしょう。どちらかといえば、1998年、平成10年から就役が始まった大隅型輸送艦3隻の代替艦に、その機能を盛り込む可能性が高いのではないでしょうか。今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X 通信新量産化で世界のトップへ。2035年に退役開始が予定されている
国産の F2 支援戦闘機の後継機として、防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中期号で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステム。東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で、開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI が、エンジン、三菱電機が、電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.P.A. のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.P.A. とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の、詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS。TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が、独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるだけでなく、大出力が必要なのは、推力を稼ぐだけでなく、
高度なアビオニクスを支える、高性能な電子機器の、大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9、1エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は、最大15トンを発揮することが、試験で確認されていて、これは、アメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-2 ラプターに搭載されている、F-100 と同じプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F-119 とのサイズを比較すると、F-119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF-9、道は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF-9、道がかなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF-9、1のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF-9、1のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われています。XF-9、1は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料、CMC を使用することで、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても、CMC、屋耐熱性の高い先進金属材料を使ったので、少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に、大きな影響を与えるテークダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後に、ファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部には、アフターバーナーと水力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コアクドギアボックスには、大電力を発電する、スタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は、1800°C に達すると見られます。この1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9、1のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶性鍛造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐寒強制コーティングの採用、さらに、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術を流用したことが大きく貢献しているとされています。XF9、1と、ロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンは、アダプテイブサイクルエンジンですが、これは、離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせて、エンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することによって、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによって、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、
拘束時には、コア内に排気流を導いて、水力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流すことで、水力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで、XF91 エンジンでは、水力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。XF91 には、2016年度から2020年度まで、水力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として、水力変更ノズルに関する研究が行われました。水力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが飛行中に噴流の向きを変えて水力方向も変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には必要不可欠な装置で、昔はハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在はアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期、戦闘機は F-35 のように通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールスロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF91 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない優れたエンジンの登場を期待したいものです。